関東院は埼玉県区喜市本町7丁目にある第2代古学坊、足利正氏が永正16年に開いた寺院である。3号は永安さん、臨済州遠覚寺派。永正16年、区喜に引退した足利正氏は、自らの館を寺として永安さん関東院とし、この定位はお解散とした。その後、 正氏に従ってきた家臣たちにより守られ、近世に入ってからも、徳川歴代将軍から、主因地百国を賜る格式を誇っていた。記録によると、正氏が館を寺に改めた後、建物は、天文17年に火災により、消失、翌年より再建に着手し、天文21年に落成した。その後、天明2年より4年がかりでさらに建て直しが行われている。 さらに何回か手が加えられ、現在の本堂や栗は昭和44年からなされた大改修によって完成したものである。歴代住職について見ると、円楽寺や随仙寺との関係が深い。関東院が所在している立地は周囲に比べ高台となっている。東側及び西側は低地となっており、南側に九九市街地が所在し、北側にはかつて大浦沼と称された。 湿地帯が所在していた関東院をめぐる水堀り跡、ありがとうございます。